10月10日に第一子となる女児を出産したことを発表した元 AKB48 の板野智美が3日までに自身のインスタグラムを更新し、シミのついたエルメスのバーキンを公開した。板野は黒革のエルメスのバーキンの写真を掲載。バーキンの表面には白いシミのようなものがついている。板野はシミがハートとハートの絵文字と涙を流す顔文字を添えた。 ネット上では、シャープ・板タノ・トモ皆さんおしゃれだねーともちんシミまでおしゃれだねーの声が上がっている。〇〇、イタノはプロ野球・ヤクルトの左腕、高橋慶事投手と19年の春、共通の友人を通じて出会い、同年6月から1年半の交際期間を経て、今年1月5日にゴールインした。 なお、ヤクルトは今季オリックスとの日本リーズを制して20年ぶり日本一に輝き、高橋は第2戦で完封勝利を挙げている。